スージゲレロさん。徐ジ々ョジョの隕石投げてくるやつの倒し方を教えてください。あのな、スタンドな。隕石ぶん投げてくるスタンド。どうすんだろうな。まあ、荒木、荒木博彦からだろうな。だから荒木博彦だろうな。執筆してる荒木博彦だろうな。でももう執筆終わっちゃってるから、隕石のやつな。うん、ただ俺と隕石のやつまだ出会ってねえからな。ら出会う前に荒木博彦を執筆してる途中に後ろから頭を持ってゴリっていくだろうな。うん 執筆しちゃってんだわ。集中しちゃってんだわ。下向いて集中してるやつ、だいたい首持ってほうゴリっていけばもう倒せるから。下も隕石、隕石投げてくるやつも出てきようもないから。先に荒木さん倒しておけば。うん。そうだろうな。荒木さん、こんな徐々立ちし、徐々立ちしてんのかなこんなって。こんなって。うん。で、こうやってそろそろ書かなきゃ、なんつって、ここがガッと思って、そのゴリっていくだろうな。異次ゲームだろ。首干せだろどうせ。 荒木博彦なんて名前の人、だいたい首細いだろ。うん。維持ゲームだろうな。やめろ、バカ。やめろ、バカ。荒木博彦を倒させんの。やめろ。振るな、おい。振るんじゃないよ。振ってないか。荒木博彦は振ってないか。隕石投げてくるやつのことを振ったら俺が荒木博彦を倒したってことか。じゃあ俺のミスだ。うん、謝るわ。ごめんなさい。はい。すまへんな、ほんとにな。荒っぽいことしてすまへんな、ほんとに。勝ちたかったら登録しとけ。